久保さん。いや、野菜カレーうまかったっすよね。ぶっちゃけ湯河原は料理あんまうまくなかったっすね。あそこ良かったっすね。ロケーションも良かったし、あそこすごい、イリュージョン合宿ですか？イリュージョン合宿のとこ良かったっすね。でも急斜面でめちゃめちゃ行くのに大変でしたけど、ロケーションも良かったし、飯もうまかったし、野菜カレーうまかったですね。確かに。あそこ良かったですね。ということで、今回、ほですね。ほ。久保さん、なんと鹿児島にホリエモンが来るんですよ。あと、立花議員も来るみたいなんですけど。で、今度の日曜日ですね。5月22日、ホリエモンが来ます。立花さんと。鹿児島に。なんか今全国ツアーやってるみたいですね。なんかね、僕知らなくて、全国ツアーやってんの。なんか YouTube 見たら、広告出てきて、鹿児島にホリエモンが来るみたいな広告が出てきて、マジでみたいな。嘘だろみたいな。で、調べたらツアーやってて。で、申し込んだんですよ。VIP 席で。S 席。S 席が、なんか申し込めて3万円だったんですけど、でね、僕が申し込んだ時に何名だったと思います？なんかそれね、参加人数がね出てたんですよ。で、金曜日の日に申し込んだんですけど、金曜日の時点でホリエモンが来ると、立花さんも来ると、ライブドア、僕からするともうライブドアの堀江さんのイメージが強くて、世間を賑わした堀江門、刑務所にも入った、無所にも入った堀江門、立花、 NHK ぶっ壊す、2人が来る、何人集客できてんのか、25名でした金曜日の時点で25名っていうね。一応ね、300人ぐらいね、多分ね、マックス800人とか結構入る会場なんですけど、25人、金曜日の時点で。で、今日の時点で、久保さん。今日の時点で何人だ？これね、参加人数が見れるんですけど、37名です。今日の時点で37名ですね。次の日曜日なんですけど、だからあと1週間ですか？あと1週間で何人増えるんだろう。なかなかファンキーですよね。S 席もまだこれ取れんじゃないかな。多分 S 席ね、限定10名なんですよ。多分東京とかでやったら S 席なんか秒で完売すると思うんですけど、多分 S 席まだ、S 席が3万円で、特 A 席が1万円で、A 席が6000円で、B 席が4500円で、なんか S 席は特典で堀江さんと集合写真が撮れるらしくて、そう。あとは最前列か。これどうなるんですかね？これ大丈夫かな？100名集まんないかもしれないですね。だって今の時点で37名ですからね。まあね、体験っていいですよね。生もいいですよ。結局生がね、一番いいと思うんですけどね。まあ実際に僕もいろんな商品売ってきて思うんですけど、やっぱりね、生が一番いいと思いますよ。やっぱ記憶に残るというか、心で記憶するというか、なんか鹿児島合宿もやってた時あるんですけども、鹿児島合宿やってた時も、あれですね、言われたのが、舐めてましたみたいな。鹿児島めちゃめちゃいいっすね、みたいな。そう。まあ、昨日久しぶりに晴れて、なんかドライブしてたんですけど、めちゃくちゃやっぱ良かったっす。いいっすよ。オープンカーで鹿児島、うわーみたいな。もう最高ですね。なんか、やっぱ結局まあ、久保さんと僕はもうネットでこう発信してネットで生きてるところもあるんですけども、結局やっぱりリアルなんですよね。リアルに生きながらネットでも生きてるっていうね。うん、だ死ぬ前までにどんな体験をするのかっていう。だ体験価値って一番僕は強いんじゃないかなと思いますね。どんな体験したのかっていう。体験価値ってね、価値あると思うんですよね。だけど結構そのノウハウコレクターの人とか、体験価値に価値をお金払わないというか、あんまりね。なんかどちらかというと不労所得で儲かるよみたいな情報にお金を払うんだけど、体験価値にはね、あんまりお金払わないっていう傾向はあるかなと思いますね。なんか、何なんですかね。だから実際にその、去年の年末、ドル高120万で売るときに特典つけたんですよ。鹿児島合宿。で、もう半年経つんですけど、その特典申請、誰も来ないですね、まだ、一人も。そう、一人も来ない。鹿児島合宿。まあ、特典つけたんですけどね。まあ、使うか使わないかは、その人次第なんで、あれですけど。そう。いいと思うんですけどね。そう。だから僕なんかね、秒速で決済しましたけどね。マジかみたいな。だって、堀江さんが鹿児島に来るってことほとんどもうないと思うんですね。で、そういうなんか公演みたいな、まあたまたまだったんですけど、僕は。あれ、もし広告見てなかったらね、僕、参加してないですし。だから別にね、YouTube で別に堀江さんのね、話なんか別にいくらでも聞けるんだけども、やっぱ生で会って聞いたらどうなんだろうみたいな。別にその情報自体は変わらないんですよ。多分、生で聞いたとしても情報は大した変わらないんですよ。だからなんだろうな、よく言うんですけど、なんかアーティストの曲とか、別にそのライブになったら、その、なんか全く違う歌詞になるのかとかないじゃないですか。だけど、MP3 で聴く音楽と生のライブで聴く音楽って全然違うと思うんですよね。だからライブにやっぱ行きたい人っていうのはその価値をね分かってて、わざわざね、そう、桜島長渕剛、多分ね、長渕剛さんの1万人ライブっていうね、伝説の鹿児島の桜島でやったライブがあるんですけど、多分その伝説の桜島ライブにわざわざね、桜島までね、こう来た人っていうのは一生多分残ってるでしょうね。あれ、桜島まで行ったな、あの時みたいな。そう。もう多分やられないでしょうね。長渕剛さんの1万人ライブあれば。あれは伝説だと思いますよ。もう長渕剛さんももう年ですし、多分もうそんな大きいことやんないと思うんですけど。他のアーティストもね、桜島でね、やるとかで多分ないでしょうね。でも、あそこに参加できた人っていうのは一生の思い出でしょうね、多分。もうフラッシュバックいつでもできるんじゃないですか。やっぱその体験した価値っていうのは、すごく心に刻まれた体験っていうのは、やっぱずっと思い出せるし、その思い出っていうのは、なんだろうな。生きていく上で、すごくなんか思い出に浸るとかあると思うんですけど、浸れるというか、人生に浸れるというかね、あんなことやったなとかね、こんなとこ、あんなとこ行ったなとか、あの時行った時大変だったなとかね、すごく感動したなとか、なんかすごくいいと思うんですよね。だから人生の深みっていうのは、どれだけ深い体験したのかっていうのが、人生の深さと広さなんじゃないかなと思いますね。いってらっしゃい。